4、3、2。NCV 福島センターからお届けするユナテレです。まずは福島センターにお越しの皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。そして生配信をご覧いただいている皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ということでここを使っていただければ、その時間帯の皆さんに合わせられたのかなと思います。さあ、このユナテレはですね、なんかそんなテーマは特になかったんですが、何か実現するテレビ、福島ユナイテッド FC を応援する1時間となっております。選手に来ていただいて、いろいろですね、まあ、サッカー以外の話が中心になるかもしれませんけれども、いろいろとそのパーソナリティについて深くですねお話を聞いていこうと思っております。さあ、先週なんですが、来ていただいたのがフォワードの田村翔太選手と、そして三橋選手に来てもらいました。で、その中で田村選手がゴールを決めたらパフォーマンスすると、NCV とやってくれる、これ見てください、これ公言してるんです。 こっちの方がいいかな、こう見えます、 NCV のピースサイン、石堂選手と一緒にやります。やらなかったんですよ、ね、ただ見事ゴールすることができました。やったー。そして、首位の FC 琉球勝つことができました、ね。勝ったんですけど、なんか順位は下がるっていう、ちょっとモヤっとした感じで終わりましたけれども、でももう勝ったんで、はい、今日もその流れのまま、8時ぐらいまで、1時間ぐらい、お届けできればなと思っております。このユナテレで話したことが実現するテレビ、ユナテレスタートです。よろしくお願いします。さあ、ということで、今日はですね、なんと新加入選手に来ていただきました。まずはディフェンダー坂田明宏選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂ちゃん、真っ黒っすね。そうっす、もう今日もう白いシャツだから目立つでしょ。そう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 、いろいろ聞いていきたいと思いますよ。まだまだ分からず、今日福島ユナイテッド FC の営業のドラもですね、坂ちゃんになんか気遣って敬語でしたからね。あ、彼敬語使えたんだと思ってお、なんだ、ちゃんとわかんだみたいな感じになっておりましたが、さあ、坂田明宏選手についていろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは間違ってたらそれ違うと言ってください。1984年5月16日生まれ、間違いないですか。合ってます。現在33歳、はい、京都府出身、はい、京都の男です。立命館大学からセレッソに行きまして、はい、そこからベルマーレに行って大分からの長野パルセール、はい、からの福島、はい、間違いないですか。間違いないです。どんどん田舎に来て、行きます。どんどん不便になってくる。どんどん不便です。でこの中ではひょっとしたら一番田舎に来ていただいたのかなって思うんですけど、実感はされてますか。実感しかしてないです。あ、本当ですか。いい感じで東北に来たなっていう感じです、はい、今引っ越してきたのが1月。1月ですね。あの、ちょうど湘南とのプレシーズンマッチの後ぐらいに引っ越したのね、はい、これなぜわかるかと言いますと、プレシーズンマッチ終わった後に僕はあのラオシャンに行ってたんです。湘南 のラーメン、タンメン、美味しいタンメンのところなんですけど、そしたら、坂ちゃんもそこに来たんです。でそこで話してこれから長野帰るんですと。え、僕も帰るんですって言ったら、坂ちゃんは新幹線で帰って、僕はそこから車で帰った。で、引っ越しがこれからだっていうので、ああ、大体1月なんだなと。寒い時引っ越してきたんですね、はい、ねえ。さあ、そしてそこからじゃあ今3ヶ月ぐらいですか。そうですね、3ヶ月福島来て、はい、あー、福島来たなーって実感してることってあります？まあ、田舎具合と、そんなんバカにしないでね。あと寒さですかね。あー、寒かった。長野より？長野より寒かったです。それ雪がもうすごかったです。あ、今年はね、今年はちょっとびっくりしました。確かにあの長野って山沿いは降るんだけど、はい、
そんな街中降らないからね。福島もそのはずだったんだけど、今年は結構降っちゃったんで、大変でした。それはちょっとびっくりしました。はい、そしてまあ試合ももう開幕からスタメンで5試合出てますけど、どうですか、試合も慣れて、選手とかそういうフロントスタッフとかも人間関係も大丈夫ですか？人間もはい、大丈夫だと思ってます、僕は。本当ですか？変な、なんか、あいつはちょっと気に食わねえなみたいな。まあそれは言った方がいいですかね。いや、今日は好感度ありますから。坂ちゃんの好感度を上げるっていうね、そういうのもありますから。後で樋口に聞きましょう、はい、そういうのはね。はい。で、いろんな、質問などありましたらですね、このツイッターでハッシュタグユナテレでつぶやいていただければ、後ほど時間ありますから、会場の皆さん、ぜひつぶやいて質問などしていただければと思います。じゃあ、なんかいろいろ聞いていきたいなと思うんですが、坂田選手って自分的にはどんな人間だと、自己分析であります？優しいとか、キレやすいとか。顔に似合わず優しいっていうのは言われますけど、はい、それはあのね、大体そういう容姿の人って、そのちょっとなんか支えたりするとすげえ優しいみたいに言われるでしょあと笑ったりすると、あ、笑顔が可愛いとかね、それ得してますよね。得ですかね。その容姿についての質問もツイッターでいただいているので、後ほどちょっと詳しく聞いていきたいと思います。やっぱ一番聞きたいのはそこでしょう。これ後ほど聞いていきたいと思います。で、福島とのつながりっていうのをちょっといろいろ見てみたら、フットボーラーズ福島っていう震災後に、はい、震災があった年に何か僕にできること、やっぱサッカー選手だから、うん、やれることがあると思ったので、はい、何かしたいと思ったのがきっかけで、実際相馬に行って、ね、はい、それトリニータ時代ですよね。トリニータ時代です。2014年ぐらいですか。震災があった年。2011年、はい。もう本当にいたのに忘れちゃうっていう。2011、知ってました？フットボーラーズ、福島っていう、そういう、ま、知り合いの J リーガーを集めて。一緒にした選手 で南相馬に子供たちと触れ合い、相馬に行って子供たちと遊びました、はい、その発起人なんですよ。シーンってなりますよな、まだなんかその、はい、その時の、まあ、本来であればその時の写真なんかねあればいいんでしょうけど、一切写真はありませんあとは調べてくださいこの活動というのはそれまで福島との関わりって何もないわけです。全くなかったです。でも何か、はい、したい。で、それはじゃあシーズン後？いや、思ったのは3月震災があった時で、うん、で、その活動したのはそのシーズンオフですね。ああ、じゃあその終わってからできて、はい、で、それからじゃあ何度か相馬には？で、その1回きりですね。ああ、でもまあとにかく何かやらないといけないって言って、はい、で、どうでした？その時の印象っていうのは福島。まあでも震災直後だもんね。瓦礫とかあったので、へえ、暑いんですね。暑いですね。暑いですか、自分で言えないよね、それね。そうなんです、僕暑いんですっていうの確かに言えないよね。ありがとうございます、はい、そういうだからきっかけがあって、ひょっとしたら今そこで触れ合った子供たちが、はい、もう6年とか7年ですから、はい、小1のもう中学生とか明日高校になるなんていう子たちもいるかもしれない、はい、何があるか分かんないですよね。まさかここに来るとも思わなかったし、ね、そういう活動をして、そう変な、なんかなんていうの、そこで名を上げようなんていうことは、まあ、もちろん全くないわけじゃないですか。とにかく行ってっていうことで、はい、ね、縁っていうのを感じますね。でチームも、まあ、今までで、まあ、あの J のチームはセレッソから数えて 1,2,3,4,5 チーム目、はい、なんかこう引っ越しとかそういうのは慣れました？いや、慣れないです。もう荷物がね、多い。あ、荷物多いタイプ？荷物多いタイプです。もう捨てられないタイプなんで。え、そういうタイプなの？はい、でも結構こうそんなに、はい、そうです。え、何が多いんですか、荷物？何でしょう、なんか多いんですよ。まあ、昔のユニフォームなんかそんな荷物にならないでしょ。いろいろ言ってもジャージもそんな荷物にならないでしょ、
何ですか、その引っ越しで段ボール詰めるでしょ、で引っ越すでしょ、はい、でそのままの段ボールでまた次引っ越す、はい、分かる、引っ越しあるあるでしょ絶対。あれ捨てていいよね、もうあれを多分2回目そのままやったらもう捨てていい、うん、いいですよね。で、あと違う会社になってたりするんだよねいろんな会社の箱が溜まってったりとかね。で、引っ越し屋さんって1回はタダで持ってってくれるんだよね、はい、でそれでまた段ボール捨てるのもめんどくせえなみたいな感じ。あ、なんかわかります、わかります、うん、だから何入ってるかわかんないんだよね、多分な、箱の中にね、うん、捨てていいそのままね。そう、でも大切なものも入ってるかもしれない。そうだ、いや引っ越しも慣れない。でもその坂ちゃんのさ、なんていうの、やっぱり風貌からこうね、ギャップを感じるなんていう話もありましたけど、これ何なんですか、こう休みの日があれば何をしてこうリラックスするっていうか、何をするのが好きなんですか。温泉はでもよく行ってましたね。あ、大分も温泉有名だったんで、はいはい、長野も温泉有名だった、はい、よく温泉には。福島もね、福島もそうですね、来てから飯坂温泉じゃないですか。飯坂温泉、どこの温泉好きですか、福島。でも飯坂と、あと、はい、東温泉。ああ、あのトースターの上のね、は行ったことあるんですけど、あとあそこ景色が綺麗なんでしょあの露天のそう、なんかちょっと不安になるんだよね、あそこに行くまでね、着くのかなみたいな感じで、あるんですよね、立派な温泉がね、はい、あそこ。あとは行ってみたいのが土湯温泉。ああ、土湯温泉、距離的には東温泉とそんな変わんないじゃん、トースターからは。温泉のもうちょっと、はいはい、最近あの土湯温泉も日帰り入浴できるようになりました。あ、そうなんですか、はい、結構綺麗みたいです。まだ行ってないんですけど、はい、あ、そうなんです。あと高湯とかもあります。あ、高湯、福島市は結構ね、温泉、ぬる湯なんてもありますよね。ぬる湯はあれ多分おじいちゃんになってから行った方がいいんじゃないか。あそこ不便ですか、あそこも。あ、本当にぬるいそう、本当にぬるいらしいですよねそう、まあ、ぬる湯で暑かったらちょっとね、あのいろんな問題が出てきそうですから。あ、ぜひぜひ、はい、行ってみてください。で、そんな中ちょっとチームのプロフィールを見ると、好きな食べ物、飲み物に、まあ、焼肉、日本酒とありますけど、はい、そんなまとめ買い好きなんだよね。まとめ買い、僕ちょっと聞いたことあるんです。坂ちゃんに最初に会った時に話したのが、坂ちゃんのスパイク何入ってるか分かります。スパイク何入ってます今。2002、アシックスの2002。あれちょっと僕ら世代だと高校1992年ぐらいに多分出たんですよね、はい、ですごい名作で、で一時ストップになったのに履いてて、それで聞いたら復刻で出て、そのスパイクがで今も廃盤らしいんですよ。それなのに履けてるっていうのはどういうことですか。溜め込んでます。溜め込んでるらしいですよねあ、なんであのスパイクじゃなきゃダメなの。足に合うんですよね。あ、それは復刻で出た時に履いてみたってことですか。いや、もう最初高校の時も履いたことありますし。あ、結構ね、その高校の時なんか高価だったよね。はい、高かったです。2万円ぐらいしてね、はい、あ、その時からじゃあ、はい、自分の中であって、で、あ、復刻で出て履くようになったんですか。はい、もう一回出たんで、これは履かなあかんやろって。で、あのスパイクって僕のイメージだとソールがね、結構柔らかいっていうイメージで、はい、すぐね、すぐ痛みますね。だから、買わなきゃいけない。あと何足ぐらい残ってるのって聞いたんですよ。これいいんですか、これ。はい、大丈夫です。何足ぐらいあるんですか、今。あと5、6足ぐらいですかね。だからね、もうね、今で5、6足ですよってことは、かなり買いだめてたってことでしょ。うん、そう、あんまり大切に使ってたんで、もうボロボロになるまで履いてた。今じゃあ試合で使ってるあのスパイクっていうのはいつぐらいから使ってるんですか。あ、試合は試合用で、また別なんで。それは練習はもうボロボロでもいいんで。なるほど。試合はちょっと試合で傷んできたなっていうのを練習の方にして。じゃあ今シーズンは持ちますね。持ちますね。ギリギリだと思います。何センチですか、足。26.5 です。一番人気のあるサイズでしょ26.5 の2002ね。なんか履いてない人いたらしい。持ってる人いないでしょ。
あれあれ、買ったら吐くしね。そうなんですよ。結構じゃあ買いだめするの好きなんですね。はい、そんな、まあ、坂ちゃんは福島来て楽しい場所を見つけましたか。でも温泉はねありましたけど、はい。温泉以外ですか。温泉以外、はい、ないです。まだない。もうだって好きなの焼肉、日本酒、日本酒、酒どころですよ、はい。どんな日本酒好きですか。まあ辛口。ああ。福島ね意外と甘口が多いんです。あ、そうなんですか。そう。辛口って言っても多分西の辛口をイメージする人からしたら甘口になるかもしれない。まあでも甘口のうまさもありますから。ぜひその機会。はい。しいです。この辺も金水晶っていう蔵もありますし、福島。あと日本松の酒蔵ですから。そのさ、まあ、酒の話しちゃうと全然時間がなくなっちゃうんで、どんどん次に行ってみたいと思いますけれども、まあでも福島に来てそんなに何ですか、寂しいとかそういったことはないってことですね。ないですね。もう今いい感じですね。はい。サポーターさんは、ああ、もう素晴らしい方たちばっかりで、まあ、そうとしか言えないですよね、こんなに。ねえ、ちなみになんかこんな差し入れいただけたら嬉しいなんてあるんですか。まあ、この間まさきは生寿司が欲しいって言ったんですけど、生寿司、そう、あのトロが、トロもらったら嬉しいですねって、夏場だったら腐るからやめようって話したんですけど、なんかあります。だってそろそろ誕生日ですよ。日本酒がもらえたら嬉しいですけど。あ、日本酒ね。さすがにね、練習後に日本酒もらってやつもらおうかなと。いや、それはちゃんと封じてますから。ぜひ福島の日本酒とか酒の詳しい方いらっしゃいました。はい、プレゼントしていただければと思います。まあ、それでまあ福島来たということで、ちょっとね時間もあれなんですけど、福島来るきっかけって何だったんですか。まあ、もちろん、まあ、いろんな契約の問題ってあったと思うんですけど、はい、この自分の中で大きかったのって何なんですか。田坂さんです。あ、田さんがいるっていうので、これ聞いてもいいんですかね。田さんから声かかったんですか。いや、声は、まあ、連絡があったぐらいで、はい、別にオファーするよとかなんとも言われなかったですね。で、あとあと多分TK から KT から、はい、連絡が行ったわけです、はい、チーム決まったみたいな、はい、でそれで福島を選んだっていうのはやっぱり、まあ、田さんがいて、でまた田坂監督とサッカーやりたいっていうことなんですよ、はい、田坂さんのこう魅力ってどんなところですか。魅力ですか、はい、サッカー以外の。サッカー以外のサッカー以外の魅力ですか。まあでもサッカーのちょっと聞きますか。人としてもすごい尊敬できる方だと思ってます。それは来て今3ヶ月4ヶ月ぐらい仕事してますけど、気持ちは変わらず。変わってないですね。そこは多分変わらない方だと思う。じゃあ今サッカーやっててこれ楽しいですか。楽しいです。チームメイトとはどうですか、距離感。あ、距離感はいいと思います。若い選手も。若い選手結構いますけど。はい。どうなっていると思います。なんかこう今33じゃないですか。そうすると、あ、なんかやってあげなきゃいけないかなみたいな、そういうお兄さん心みたいなのってあるんですか。いや、特にないです。あ、もう本当対等みたいな感じですか。で今ちなみに仲のいいチームメイトとかって、まあ、向こうはどう思ってるか分かんないですけど、宇佐美が、あ、やっぱ関西で一緒で年齢も近いし、はいはい、そっか、セレッソっていうところでも、はい、これちょっとこれ被ってはないんですね、セレッソの時は。あ、そっか。飯食いとか行ったんですか。飯は、はい、見に行きました。あ、1回目出てもらったんですよ。あ、みたいですね。一緒にね、出てもらえばよかったですね。じゃあ、ね、一緒にいたらね。じゃあ次回怪我治った時に、はい、ぜひまた出てください、はい、あ、チャミとじゃあそういう行ってるんですね。で、今怪我とかは大丈夫なんですか。大丈夫です。コンディション的には、はい、この間琉球戦でものすごく前の方に行ってました、ね、はい、めっちゃ疲れました、ね、なるほど。なんか基本僕はさかちゃんは後ろでこうね、ディフェンスオンリーなのかなと思って、意外とセットプレーとかでも前に行って、僕
点取りたいです。あれ長野の時って背番号が11です。でもちょっと背番号だけ見るとフォワードの選手みたいな感じですよね。でも変わらず昔からディフェンスなんですよ。じゃあちょっと得点とかも決めてください。ちょっと決めたいです。やっぱセットプレーになりますか。はい、セットプレーしか多分前に行けない。はい、ちょっと毎回聞いてるんですけど、ここに来た方でゴール後のパフォーマンスって聞いてるんですけど、坂ちゃんってどんなパフォーマンスしてくれるんですか。どんなのがいいですか。逆にやっぱちょっとひげ使った感じの。ひげを触るだけです。ちょっとサポーターさんの方にこう気づきます。これ気づくでしょう。気づきますよね。どうですかこれ。あ、いいっすよ。ですか。あのゴール決めた時にサポーターさんの方に向いて、はい、まあ、あのアウェー側だとちょっと距離があるんですけど、でも戻ってきてやれますし、ぜひ、はい、いやなんかちょっと楽しみですね。ヘディングシュート。じゃあまあ後ほどですね、またあの坂ちゃんの話は聞いていきたいと思います。質問もですね、あの受け付けていきます。ツイッターでハッシュタグユナテレで、つぶやいていただければ、そちらを拾ってですね、坂ちゃんにいろんな話を聞いていきたいと思いますが、 NG とかありますか。質問でこれだけは聞かないでくれよっていうのありますか。ないです。ありません。ありませんので、どんなことでも、ただ僕がそれを拾うかどうかっていうのはまた別の話なんで。はい、お子さんもいるんで、映ってないんですが小さなお子さんがいますなので、そういったことも考えていただきつつつぶやいていただければなと思います。ということで、今日はですね、福島ユナイテッド FC の背番号、5番、3番です。3番、はい、じゃあここちょっと間違ったんですけど、坂田明宏さんに来ていただいております。また後ほどよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。一旦休憩です。ね、こういうの大体これで映像残っちゃうんですよね、生ってね。ああ、カズは5番って言ったんだよなーって言ってね、怒られちゃうんですが、さあまあそこは気にせず、後で坂ちゃんに思いっきり土下座して謝っていこうかなと思っております。さあそれではここで福島ユナイテッド FC 営業のドラこと、キムコンチョンさんにも登場していただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあこんにちは。まあ、キムさんはあれです、次回のホームゲームの、まあ、情報を持ってくるっていうことなんですけど、次回が4月29日日曜日なんですよ、藤枝前 FC 戦、まあ、場所が東方みんなの。全部言うたら俺言うことなくなりますから。午後1時キックオフなんですがおい、はっきり言って試合のイベント内容何にも決まってません。はい、ちょっと3週間前なのでまだ、はい、秘密っていうことで、はい、はい、一つだけ決まってます。SSS スマイルプロジェクトサッカースクール in 福島。それも言う、はい。こちら今3歳から小6までの親子ペア50組限定で今募集してます。4月25日水曜日必着です。結構先なんですが、これぐらいですね、決まってんの。はい、もう言うことない。はい、さあということで、はい、ドラさんの仕事が終わりました。この余った時間どうします。いや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 、どうでした。だって琉球に勝ったんですよ。いや最高でしたね。まあ、試合自体はちょっと見れてないんですけど、あ、いろんな仕事で、はい、ダゾーンも見ずに。ダゾーンの方はハイライトだけ見ました。試合見ろっつの。あれいいとこしか映ってない。90分長いっす。見ろっつの。自分のチームなんだから。せめて見ろよ。だハイライトは2回ぐらい見たんで。はい、どうですか。次回、いや同じの2回。それでも10分ぐらいだもん。次はちゃんと見ます。アウェーなんで。どうですかでも。自分が抜けた後もちょっと調子いいんで、ちょっと嫉妬心も多少ありますよね。まあでもちょっとさ、めちゃめちゃ走ってるんじゃないですか。走れないでしょ。いやもう無理っすね。もう多分肉切れる。いや間違いないですね。まあこれはまあでも去年のことがあるから、はい、我々は落ち着いてますよ。我々は落ち着いてます。まあ去年はね、はい。ただこのユナテレに出ていただいた選手が活躍してるっていうのがあるんで。いやまあそうですね。ね。まあ坂田さんも今出てましたし、次これやりますよ。この後出てくるやつも。いやあると思います。はい。まあちょっとお払い行った方がいいんじゃないかぐらいの。いやあの実は行ったんじゃねえかって話もあるんですけど、ね。そうなんですけど。まあその辺もちょっといろいろ話を聞いていこうかなと思います。はい。はい、厳しく言ったってください次。そうですね。じゃあドラさん今日は特に仕事がないっていうことなんで。
何かありますか？何か、なんか伝えたいことありますか？特にないっすね。なんかだってあなた福島在籍もう10年ぐらい、もう10年目っすね。でしょ？ちょっと坂ちゃんにいろいろ教えてくださいよ。そうですね、福島のこと。そう、焼肉が好きみたいですよ。うん、焼肉屋だったら、うん、めっちゃ行ってるところあるんですけど、うん、なんかこれ宣伝してるみたいになってまうけど、ああ焼肉誠っていう。そう、完全に宣伝じゃないですか。まあ美味しいけどね。いや美味しいですよ、うん、そこぜひ行ってみてください。連れてって、連れてって、まあ、俺が連れてって。あとビルトン、福島でビルトン扱ってるところがある。ぜひ。あとタニタとマルサンアイのオーガニック豆乳って。いやもうめんどくさいの名前が。ちょっとね、坂ちゃんこだわりが強い、ね、強いですね、うん、あのヒゲでもう分かりますもん。あの用紙の質問はたくさんいただいてるので後ほど質問していきますね。はい、じゃあということで、はい、もういつか今日も仕事してないじゃん。そうですね、面白い。あと5分ぐらい行ってきます。まあでもな、あのフォワードの人が、いやそう、もうなんか早く決めたい早く決めたいって言ってるから、ちょっと喋りたってしゃあないみたいな顔してますもんね。今日実はあの関西スペシャルみたいな感じもあるんですよね。そうですね、坂ちゃんが京都で次の方があの兵庫県なんで。まあ、僕も兵庫なんですけど。 あなたもそうですね、はい、まあ、3人で誰が一番お笑いを取るかっていう。そうなってくると俺の出演時間短ってなりますけどね。坂ちゃんあの出落ちっていうのもあるからね。そう言うとあかんやつですよ。あの絵面がすごい強いからね。いやそう、うん、彼いきなり上に行っちゃうから、まあ、その辺がね。まあでも今の5分で俺超えたと思ってるんで。勘違いじゃなければ。後からありますから。はい、はい、ということで、営業担当の元選手、はい、キム・コンチョンさんにお越しいただきました。じゃあ営業前に行ってきてください。行ってきます。はい、ありがとうございます。さあそれでは笑い取ってくれるんでしょうか。背番号40番フォワード樋口博樹さんにご登場いただきましょう。よろしくお願いします。笑い取りに来ました。たーって樋口さんです。樋口さんです。さあそれでは樋口さん、チーム在籍3年目です。樋口さんはどんな人なのか、ちょっと軽くプロフィールを。1992年4月16日生まれ。あれ、じゃあ何、4月樋口で5月坂ちゃんなのらしいですね。ちょっと16日、あなたお牛座。お羊座。あ、お羊座。3年。あ、お羊座。坂ちゃんもお羊座。亀座。水亀座。ヤギ座。さあ、今樋口の番でした。そういえば。さあ、そして兵庫県出身。兵庫県どちらですか。宝塚市です。宝塚市。あの宝塚市。まあ、僕を見てわかると思う。いや、わかんないです。滝川に行こう。そこから清水行って、岐阜行って、相模原行って、福島。それ、湘南が抜けてるんですよね。さっきの。ああ、そうだそうだ。この岐阜の、そう、あと湘南。岐阜の後、ベルマーレですよ。ベルマーレ州もするんですよね。まあ、半年だけなんですけどね。5チーム目。消されてました。僕ですね。確かに、湘南ベルマーレ消したらね、今話題ですから、湘南ベルマーレ。何かと話題ですからね。消しちゃいけないですよ。さあ、ということで滝川二高時代はなんと高校サッカー選手権で優勝してるんですね。なんか優勝できました。ね、してるんですよ。で、得点王も取ってる。気づいたら取ってました。ね、もうすごいんですよ。だから履歴書だったらすごいんですよ、樋口さん。履歴書だったらすごいです、全部すごいんです。樋口さん履歴だけはね、すごいです。岡崎さんの後輩。そうです、ね、先輩、あと梶さんとか。そうです、高校はもう、もうだって名門だもんね。上げきれないほど偉大な先輩方いるんで ね。そう、あの聞いたらあんまり会話ないみたいですね、樋口さんは先輩とは。そう、ね、素晴らしい人らばっかなんで、まだね、ないと。そうです。さあ、そして3年目で、1年目ですか、あの怪我しちゃったの。1年目最後ですね、そうですね、一応。ね、あれ、実は怪我してて、
あれは人体前十字人体前十字って で樋口さん、あれ気づいてなかった？そうです、練習でなんか、まあ、接触あって、うん、まあ、なんか確か膝痛いなと思ってたんですけど、はい、まあ、最終節やしと思って、うん、やって終わってめっちゃ腫れてるやんってなって病院行くやん病院行く、まあ、まずトレーナーやんトレーナーに見せるやん、トレーナーに見せるやん、トレーナーに見せるやん、腫れてるやん、腫れてるやん、病院行くやん、手術やんって言われます。手術井口さん、これ手術ですよ。でもめちゃめちゃ痛いんじゃないの？でも痛かったんですけど、別に、まあ、人体の1本くらい切れたって、まあ、サッカーできるんで、まあ、田村はしょぼかったなって感じですかね人体を切って、この間ゴール決めた11番ですか？そうですね、去年切ってましたけど、彼も切ってましたね。人体、だから人体仲間でもあるんですよね。そうですね。で、だから、その後樋口さんが復活するのが夏ぐらい、去年の夏。そうですね、夏くらいですね、ちょうど。ね、ちょうど翔太とこう入れ替わるかのように。で、復活してそこからですよ。ね、スタメンも若手も入ってきてるのに。うん、これしゃ、話す番組なんですよ。いいですか、ヒルさん。もちろん、分かってますけど。いいですか。これ何ですか、原動力は。原動力ですか。はい。なんかあります？その頃ですか。その頃。これも特にもうやるしかなかったんで、あの、私、あなたの答えが娘が生まれたっていうのを言ってもらいたかったんですよ、これ。なんかそれありきたりやから言いたくないな去年娘さんが生まれました。やりました。あの、ありましたよね、ゆりかもパフォーマンス。あれもなんか無理やりやらされた感じがありましたけど、いや、もうやりたくてやりたくてしゃーん、うずうずしてそういうのが、だからパパにもなってるんですよね、福島で。まあ、ご覧の通りパパなんですけど。いやいや、育児放棄してる感じ出てるじゃんなんかあんまり、あの、やってる感じ、奥さんに怒られてそうなのはイメージできるんだけど、風呂とか入れてます？お風呂入れてますよ。あら、手を泣かれるから嫌なんで、あんまり入れときないです。いや、やめなさいって言うの。嫌だって言うのやめなさいって。でもそれでもちゃんとやってるんでしょ？やってますよ。ミルクとかは？ミルクはあんまりですけど、まあ、こんな僕でも父親になれるんだなっていう感じましたね。うん、あの、僕も子供いないけど、あいつでもなれんだなっていう、うん、生まれるまでね、おむつなんか俺、あ、変えてんですか。変えたくないなと思ってたけど、なんか出てきたら、あら、びっくりで変えれるようになってるんですよね、なんか知らんけど。じゃ、ちゃんとパパやってんですね。まあ、一応120点のパパかな。自分じゃねえやつ。あの、評価するのは他人ですから、大体そういうの。あと奥さんだったりするから、ちょっと今度奥さんに会った時聞いてみたいと思います。お願いします。さあ、そして、ホームページ見るとですね、福島ユナイテッド FC の、まあ、この紹介のところで、今年の目標に料理上達っていうのがあるんですけど、あなた料理とかするんですか？結構家でフライパンをよく振ってますけどね。あら、得意料理は？って言われると困るんですけどいや、なんかあるでしょ、だって振るんだから。だから結構いろいろ。え、なんかやってます？クックパッドやらを見てなるほどな、思いながらいろいろ作るんですけど、ね、じゃあやっぱ基本的に炒め物が。そうですね。じゃあ、料理上達したいっていうのは今じゃ足りないっていうことなんでしょう？そうですね、もっともっとうまくならないとなっていうふうに感じておりますなんかサッカーの話みたいな感じですけどそんな中、じゃあちょっとサッカーの話しますか？するんですか？ちょっとチームの話とかね。ちなみに、仲のいいチームメイトって、まあ、さっき人体つながりで田村選手出ましたけど、オフの日、あなた選手と出かけるってことあるんですか？オフの日は僕あんまり、まあ、選手と毎日会ってるんで休みの日くらいはっていう感じなんでまあね、あの、職場でね、同じ職場の人たちですもんね。あと家族もあるしね。そうですね、基本的には。みんなと仲いいっていうことですね。そういうことですね。はい。さあ、じゃあサッカー以外の話だと、じゃあ何してるんですか、休みの日、家族で。一人だと。一人ですか。で、結構休みの日でも早く起きるんで、うん、まあ、ずっと寝れないんで、朝から洗濯掃除して。
そんなこともするの？そんなことっていうか。そうですね。それ自分だけじゃないでしょ？全部。あ、もちろん。奥さんのも家族の選択ってことでしょ？主婦、まあまあできると思うんですよね。あら。じゃそれがまあリラックスなんですか？映画見たりとか、なんか音楽聴いたりとかってあるんですか？まあ晴れて、うん、天気の時はちょっとええ感じの音楽かけて掃除やらをしながら、あ、はいはいはい、気持ちいい朝やなっていう感じで、あ、掃除機かけてますね。そのちなみに音楽は 何系の音楽？なんか意味わからんけど洋楽かけてなんかええ感じになってあ、なんかそのジャンルとかミュージシャンよくわかんないけどこれ聴いときゃなんかかっこいいんじゃないかみたいな。そうですね、なんか誰が見てるわけでもないのに一人であ、そうなんですね。そういうリラックスタイムあるんですね。なんか気持ちいいじゃないですか、やっぱ掃除してね、朝から起きて掃除して洗濯して、へえ、すがすがしい朝を過ごしてますね、朝から。ちなみにさっきさかちゃんは、まあさかちゃん独身っていうところもあるけど、こう引っ越しでね、どんどん物が溜まっていくと。樋口選手の場合はどうですか？そうです、僕も引っ越し今めっちゃしてるんで、うん、物、私めっちゃ少なくはないですね。捨てたいとは思うんですけど、うん、そんな溜まったりしてない、まあ、まあでも、いつの日かの段ボールっていうのは何個かは、まああれあるよね。それサッカー選手だけじゃないでしょうね。お前もいろいろ旅してるんやなっていうやつは何個かありますね。開けてないけど使ってないけど一応あるかなっていう感じですかね。ね、そうやってリラックスして福島で楽しんでるっていうことなんですけれども、まあ、あの去年から田坂監督になりました。よく走ってらっしゃいますね。そうっすかね。めちゃめちゃ走ってるつもりでいるんですけど、ね、いや、なんか見てるとね、後ろからもう前までもずっと走ってますけど、どうなんですか、コンディションは？コンディションはもう全然問題ないですよ、ね、でただですね、こう本当に一ファンとして見てると、樋口さんの何なんですかね、前に血が見えないディフェンダーがいるんじゃないかなっていうぐらいの樋口さんと一緒セットなんじゃないかなってぐらい、ちょっと僕数えてみたら5点ぐらいですね、今シーズン取りこぼしてる感じがあったんですけど。ありました、そんな。僕はね、樋口さんが打ったら入るっていうイメージあるから。どうですか、ご本人は何か。去年のなんか秋ぐらいもそんな時期があった気がするんですけど、まあ、確かになんか背負ってるんかなとはかちょっとね、見える人には僕が打つ瞬間何かキーパー10人くらい立ってるように見えるんですかね。あとなんか滑ったりとか、なんか巻かれてるんですかね。とね、あのさっきドラからもありましたけど、ちょっとね、お祓いに行った方がいいんじゃないかぐらいの。お祓いはね、ええ、もう行ったんですけどね。お祓い行った。やっぱやれることはやらないとっていう。まあまあね。すべて。ひょっとしたらね、いるかもしれないからね。そうっす、うん、やることはきっちりだって。じゃあもう気分的にはもう別にまあ置いといて、まあ、反省はするとかしっかりしてね、うん、もう切り替えるしかないんで、うん、次決めてやるぞっていう気持ちは毎回持って挑んでますけど、ね、そういう日だもんね、しょうがないよね、まあ、人生悪い時よりもあるっていうことですよね、はい、あのちゃんとお祓いに行ってますんで、はい、もう取れましたよ。もうそういうものは取れました。じゃあそろそろっていう感じですか。まあ誰よりも僕がそれは望んでいるのでお前に言われたくないって感じだよね。そうだよね。まあ出てくれると信じてますよ。そんな中、まあそれでもやっぱり5節終えて5試合終えて、まあ、かなりチームに貢献してくれてる樋口選手なんですが、まあ、中から見てて今年のチームってどんな感じですか。まあ、みんな僕だけじゃないし、もちろんみんなめっちゃ走ってるし、うん、まあ、戦う とこはきっちりね戦って激しさもあって、うん、まあ、全チームのために勝つために誰一人自分が自分がってならずにやっぱプレーできてるんで、まあ、それが
みんなの力が合わさっていい結果につながってるんちゃうかなとは思います、ね、チームの雰囲気でなんかこいつおもろいなみたいな、こいつおもろいな、樋口さんの次ぐらいですよ。あ、まあ大丈夫ですよ。確かにね、僕よりおもろいやつおらんからいませんよ、会ったことないもんもちろんそれは、それはまあ言うまでもないとして、なんか今年ヴィッセルから人間か動物か分かんないやつがあれですかね、きっとあの 法学の名字の人ですかね。あ、なんか東大南北どこかは忘れたんですけど、いつもなんかちらほらおもろいっていうのが噂は僕の耳に入ってきてるんですけど、あのユナテレでもですねその噂は出てまして、じゃあなかなかおもろいんですかね、あいつ。あの方もあれですよね、西の方ですもんね。そうですね、関西人言ったら同じ県じゃないですか。そうですね、町も近いんであ、近くなんで。そうなの。はあ、じゃあやっぱいよいよ彼もここに出てこないといけなくなってきたのかな。次あたり来れるんですかね。あれはあのどうなんですか、先輩で真面目な、やっぱ一番真面目な選手っていうのは。真面目な選手ですか。カモちゃん以外ですよ分かってるんだろう、カモちゃんの真面目さは分かってる。いや、そら、カモさん以外はもうあげれないっす、それはカモちゃんダントツだからな。双子のお父さんですねそうですね、樋口さんのその部分でも分かってますからね。負けました。そうなんですか。じゃあ次回、まあアウェイですけど横浜戦です、まあ、これやっぱりもうすぐにでもね、まずはやっぱりこの横浜ももう本当にいいチームで、これなかなか難しいと思いますけども、やっぱ次回の目標というのはやはり点を取る。おお、点取ってください、よろしくお願いします。そして勝つっていうのね。勝つ、そこですよね。じゃあさっき坂ちゃんにも聞きましたが、勝った時のパフォーマンスなんていうのはちょっと、ヒゲないし、ヒゲないし、あなたヒゲないですか。ないですか。ないですか。しかもそれはあの坂ちゃんのパフォーマンスですから取るのやめてください。すみません。こあえてなんかもう一回やってみるって別に生まれてないのにおむつ変えるみたいな、ちょっと長いからそれだと、ちょっとそれだとなんかね、お中元みたいな感じにもなっちゃうかもしれない。なんかええのないですかね、樋口さんの何かないですかね。これじゃあちょっと募集しましょうかね、ユナテレで。あの樋口さんのこう書いていただいて、お願いします。ぜひ。あと樋口さんには、あの坂ちゃんにもですけど、今シーズンの目標も書いていただいてますから、サインと一緒に書いてくださいね。はい、はい、これペンです。あとあとひょっとしたら絵とかも書いてもらうかもしれませんから。いわみんな言います。みんな言います。ということで、樋口博樹選手、いよいよもう近づいてます。もうドアの前、ドアの分握ってますよね。常に握ってないですけどね。ちょっと鍵なのかな、立て付けが、ちょっと立て付けが悪かったです。そうです、いい感じで、あの横浜戦アウェーですが、今週ですね、今週末7日、はい、試合あります。ぜひあの現地に行かれる方も楽しんでいただいて、サッカー楽しんだ後横浜も楽しんでいただいて、大きな戦を送っていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。樋口博樹選手です。ありがとうございます。樋口さんにはちょっとこう中に移動していただきまして、またここで、はい、坂ちゃんに登場していただきたいと思います。改めて坂田明宏選手に登場していただきましょう。よろしくお願いします。坂ちゃん、すみません、あの自分で椅子持ってきてもらっていいですか。すみません、またちょっとちょっとそのね、関西のやめましょうよ、その小ボケのベタベタさあ、これであの書きながらでいいんで、いろいろとお話を聞かせてください。ツイッターでいろいろありますよ。もうだからさ、あるんです。もう昨日からね、来て送っていただいてますから。はい、いただいてますよ。サカピーに質問ですと。サカピー、サカピーなんて呼ばれたことあるんですか。サポーターの方に。あ、サカピー、はい。サカピー、いつからおひげスタイルなんですか。書くんですか。いや、書かなくて大丈夫です。あのそこはもう目標を書いていただいて、あと好きな絵とか書いてもらえれば。いつから。はい、でもプロ入ったぐらい。え、じゃあでも
長さは多分選手名からずっと見たら分かるんですけど、どんどん長くなってるんですよね。多分プロ1年目は多分そんな履いてなくて、でどんどん今そのお手入れってどうしてるんですか。それカットっす。あ、自分でカットします。この綺麗になるように、はい、ハサミで。ハサミで。でそんな言ったらそんなに濃い方じゃないんですよね。はい。最初はその、うん、剃ったら濃くなるでしょ。それが嫌で、まあうん、伸ばしててで切ってっていうので、でやってて、だんだんそれがハマって、そうそう、なんかヒゲ似合うやんってなって。それ誰に言われたんですか。ヒゲ似合う。自分です。自分で鏡見ながら。俺ヒゲ似合うな。でも一回見たら忘れないでしょ、この顔。忘れない。ヒゲだからそれもあって。ちょっとだから例えばお子さんなんかね、一見ほら怖く見えちゃうでしょ。見られがちじゃないですか。見られます絶対。あんまり寄ってこないんじゃないですか。寄ってこないですね。でもそこで笑うと、あ、あの人、笑わないです、笑わないです。この大きさのただの怖いやん。ただの怖いディフェンダーじゃないですか。そう。じゃあ今もそれはじゃあお気に入りで、はい、まあでもパフォーマンスのためにね、必要ですから、しながらし、ね、悪いことできないですよね。あんまいないですもんね、その風貌ね。たまにいますけどね、すっごいもう俺より長い本物の方でしょ、そういう。いや、本物の方。たまにいるんですよ。あれみたいな。やっぱ意識します。意識めっちゃします。同じ T シャツ着てる感じ。そうそう。僕らで言ったら、かぶっちゃったよ、キャラって。じゃあこれからも引き続き、ヒゲは伸ばし続ける。はい、ヒゲ伸ばし続けていきます。10年前から。あ、来てますよ、長野のサポーターの方から。質問あります。福島で何か美味しいもの見つけましたか。芋栗佐太郎以外でお願いします。それ以外でお願いします。あれ美味しいですか。芋栗佐太郎は、はい、あれもう鉄板のやつですから、みんな知ってますか。でも、はい、蕎麦有名なんでしょ。そう、福島って、はい、だから蕎麦の美味しいところを食べに行きたいです。蕎麦、あの蕎麦好きなんですね。はい、長野も蕎麦有名なんで。そう、だから、うんうん、で結構似てるんですよね、長野とね、福島の。じゃあ、いいっすか。うん、蕎麦ね、蕎麦ありますよ。あとで美味しい蕎麦屋でね、蕎麦打ちの人間いますから、ぜひ。僕もね、長野に行って、いや、なんか美味しいのあるんですかって蕎麦って言われて、いや、福島でも結構散々蕎麦食べられるから、ちょっとそれで困ったっていうのがあったんですよ。でもぜひ紹介します、はい、いろいろあります。スペイン語が得意だそうですが、ぜひスペイン語で一言お願いします。スペイン語、まあ、スペイン好きなんで。スペイン好きですもんね。ちょっとビルトン、だってビルトン買うときはスパニッシュでしょ。なんていうんですか、その買うときって。え、ちょうだいってなんていうんですか。ちょうだいって言います。いやいやいや、スペイン語だって。ビルトン受精用じゃないでしょ。受精用、韓国語です。あ、でもポルファボールとかポルトガル語でも一緒なんですけど、はい、ちょっと共通なんですよね、言語もね。てる、じゃあまだここ人前では、配信ではちょっと話せる。配信ではちょっと、ちょっと恥ずかしい。ぜひ会場に来ていただければ。そこで話していただければ、ね、あとこんなの来てますね。 お二人に、毎試合気合の入ったプレーに魅了されてます。ありがとうございます。お母さんの手料理で好きだったコーナーは何ですか。いいですね、このサッカーと関係ないやつ。お母さんの手料理、はい、手料理、樋口さん、お母さんの手料理。お母さん、それは選びきれないですね、お母さん。そう、まあ、いろいろね、何でもね。何でもその中で何ですか、例えば正月とか。正月は、でも正月はおせち。おせち、それが答えでいいですか。いや、お寿司ももちろんうまいですよ。はい、それなんか何ですか、そのハンバーグとか唐揚げとか。ベタやけどカレーが、あー、まあ、その家ごとにあるじゃないですか。はい、僕んちは、まあ、関西やっぱ牛肉とか多いんで、うん、牛コロコロしたお牛肉に、はい、玉ねぎだけのシンプルなやつなんですけど。おー、
なるほどね。あ、CM に出てくるみたいな肉だ。そう。あれともう玉ねぎだけの。そう。もういらん具材は入れずに、シンプルな感じのやつは。辛口。まあ程よく辛口。程よく。ね、静かになっちゃいましたよね。カレーもやっぱそれぞれあるから。そうですね。まあいろいろと、ね、好きなカレーは皆さんそれぞれなんで。お母さんカレーが好きだと。坂田選手。なんか和食ですかね。和食。家の和食。僕めっちゃ好きなんで。京都っていうとなんかまた独特の味、なんか食の文化みたいな。家でハモとかは出てこないでしょ。で、それは出てこないです。ね、あの大変ですもんね、包丁がね、刀みたいな感じで。で、和っていうと、まあ、味噌汁とかもいろいろありますけど。酢の物とか。あー。きんぴらごぼうとか。はいはい。酢の物ってどうなんですか。福島ってあんまりなんか食べてます？家で出ます？酢の物って出るの？意外と出るみたいです。家によって違いますね、やっぱね。酢の物体にいいですね。あ、そっか、そういうシンプルというか。和が好きです。あ、唐揚げと。唐揚げもね、家の唐揚げは美味しいですね。あ、違いますよ。今もじゃあ帰ったら、はい、唐揚げとか出してくれます。肉好きですもんね。唐揚げとカレーということです。あ、ありますよ。坂田選手に質問です。これ俺ばっか。樋口選手は樋口選手、ノイです。これからじゃ今スクロールしてきますから。長野時代に福島と何度か対戦したと思いますが、その時の福島の印象はどんな感じでしたかと。去年ですか。去年多分どっちも負けてるんで、はい、長野も、はい、まあ、強いっていうか、まあ、ありました。田坂さんなんて、まあ、さすがだなっていう。ああ、去年思いましたね。その時田坂さんと試合のその前後で会話とか試合後にはちょっと話しましたけど。ああいう時って何話すんですか。何話す、まあそんな特にはもう挨拶ですか。挨拶とお疲れ様です。ぐらいで。そんなもう込み入ったことあんまり時間ないので。まあそうですよね。記者会見とかありますよね。はい、監督が特にね。これはちょっと待ってください。坂田選手の質問なんでちょっと次樋口さんの探します。樋口さんね。あれから。あ、これもワンバックって、あ、これもあれだな。坂田さんだな。これはバンダイ選手、あ、これも坂ちゃんだな、これ天下、あ、これも坂ちゃんだな、これも坂ちゃん、新田の坂、あ、これも坂ちゃん、あと、まあ、まあ、ありません、待ってください。樋口選手が笑ってる、あ、違う、これすみません、ただの感想、ありましたよ、ありましたよ。いつも笑うやつみたいな。樋口君に質問です。ありがとうございます。岡崎二世と呼ばれた時期がありましたが、意識はしてましたか。だいぶ過去のすごいありましたよ。でもプレースタイルとかこうですね、岡崎二世。そう、まず誕生日一緒なんで。間もなく。確かに。書いてるの？書いてる。プレゼント募集してます。いやいや、そうじゃない。意識ですか？意識。いや、誕生日一緒で、で、ああ、小学校の趣味が一緒なんですよ。え？でも。かぶってないよね。そう、全然僕は違うんで。うん、そうなの。意識というか、もうプレミアリーグでも優勝しているくらいだし、ね、そんなね、少しでも近づきたいなっていう気持ちだけですけどね。そこは近づきたい。真面目な答えをいただきました。なかなか言えないもんね。そうですね。そうね、高校の先輩だからやっぱこうプレーとかね見るのかもしれません。あ、樋口先生、ゴールパフォーマンスは竹本ピアノか関西電気保安協会のどちらかでお願いします。それ福島でやって福島でやって、ねえ、どうなんですかね。ご存知の方がいるんあれ樋口さんでしょうかっていう。変な感じになってんなみたいな。あとこんなのありますね。金ちゃん橋、これもなんかこう読んでる僕が滑ってるみたいな感じになってるんですか。
滑ってますね。ヒゲダンス。これだからヒゲダンス。これヒゲダンスよさ。ヒゲダンス恥ずかしいアウェーで。ね、今回決められたら恥ずかしいですね。しかも1点目緊張な時にこれなかなかやりづらいやつかもしれないですね。いないいないバーと。いないいないバー。やってます？お子さん。やってますね。どんな感じでやるんですか？それは全部取った時のお楽しみでした。これ赤ちゃん。どんな感じでやるんですか？赤ちゃん。赤ちゃんね。ちょっと泣いてますよ。泣いてる？泣いてる。いやでも泣いてる時聞かへん。どんな時？絶好調じゃないと笑ってくれへん。絶好調でもうキャッ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 してる。キャッ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 そのサポーターの方に向けて、これアウェーがだったら結構恥ずかしいやつですね。忘れずにやってください。覚えてることを祈りますね。誰よりも望んでるんで、そうですね、舞い上がっちゃう可能性があるんで、ね、もう次もうね、今までのこうたまったものをバーンとこう弾ける。あ、なんかサッカーの話来てます。お互いこうね、攻撃の要、守備の要ですが、練習などでマッチアップしたとき、お互いこうちょっとやりづらいなみたいなところ感じてますか？それどんな部分ですかって来てますけど。やりづらい。坂田選手から見て樋口選手の、まあだからストロングポイントですかね。どんなところ、ここをちょっと気をつけるみたいな、とかなんかここいいなっていうところがあれば、まあいいところですよね。樋口選手の。体強いんで。体強いし、技術あるんで。ほら。こう見えて体強いんですよ、彼は。こう見えて、それ強さっていうのはどんなところですか？そうです、あんま体あのバーンと当たっても倒れずにぶれないんで。おー、褒めてもらいました。褒められ慣れてない決めちゃうよ。どうですか、樋口選手から見て坂田先輩は。なんかあったっけ。いや、あれですね、落ち着いてるんで、うん、飛び込んできたりとかなかなかミスをうまく誘われる感じがあるんで、あ、じっくりじっくり粘り強く対応されるんで、どう突破するとかそういうのは難しいですね。うん、だって坂ちゃんのあの開幕前の何かのインタビューで気合が入ってて、足が折れても守りますっていうなんかコメント見て、まあ、そのニュアンスですよ。足折れたらなかなかね守れないですよね、実際は。この気持ちの部分で伝わりましたね。 この野郎やってやんぞみたいな。で、怪我で一度怪我でもちょっと離れてたりもしたわけじゃないですか、前のチームですか。はい、そうです。あの時っていうのはその何の怪我だったんですか？手離れ。そうなんですか。はい、今その怪我しないように気をつけてることっていうのはあるんですか？ビルトン以外、あと豆乳以外、炭酸泉に入ることですかね。おー、炭酸泉ってありましたっけ、福島。炭酸泉なかなかない。金山町にね、天然の炭酸水が出てるところありますから、会津の。ここから車で2時間ぐらいです。震災前はお風呂あったんですよ、炭酸泉の。そこちょっと調べてくるんですね。長野時代はじゃ、でもたまにありますよね、あのスーパー銭湯とかで。そこじゃちょっとダメです。炭酸泉もこういうなんかタブレットで、バブバブじゃないですけど、炭酸泉で、あ、で家で お風呂に、それだいぶ疲労回復とか、あ、なります、なるので。それで樋口さんはそういうの娘入れてダメですよ。娘はまだ肌、多分炭酸泉はダメでしょ。なかなかゆっくりはね、てんやわんやしてるんで。そう、炭酸泉、じゃあ毎日炭酸泉、はい、入ってます。じゃあそれも階段しなきゃいけない。そうです、2ヶ月分ぐらいあるんですよ、もちろん。あります。いろんな香りで。香りはないです。あ、もう関係なく。
本当にもう無味無臭のやつですね、はい、へえ。ちょっと僕もじゃあ炭酸水入ってみます。それから毛がんも、はい、毛がんも少ないです。あ、樋口さん質問来ましたね。ありがとうございます。何人のパパになる予定ですか？これなかなか今これあのセクハラになっちゃう、まあ、職場でこれ聞いちゃったらセクハラになるやつですよね。いつ結婚するのとかね、ここ関係ないですか？もう関係ないどうですかこれ、何人お子さん？何人、はい、そんなめっちゃいても困るってそこまででは一人やったらちょっと寂しいんで、二、はい、人、まあでもそれは授かり物なんでね。こればっかりだね。ちなみに何人兄弟ですか？これ二人なんで。ああ、男。そうですね、男二人で。ああ、お兄ちゃん。そう、お兄ちゃんがいます。お兄ちゃんがいて、ひろきがいる。坂田選手は兄弟は？三人兄弟です。それどんな構成ですか？僕が真ん中で、はい、長男です。あ、で弟、じゃあ姉。あ、そうなんですね。じゃあ女系の家なんですね。女に挟まれた。あれ挟まれてないです。あれ姉弟です。あ、姉と弟。ああ、一番いい組み合わせって言いませんかそれ。みたいですね。なんかね。へえー、あ、そうなんです。お姉ちゃんいるんですね。厳しそうですね。ね、お姉ちゃん。いや全然。優しい方なんですよ。そういうことも聞いてしまいました。質問はこれぐらいかな。今日は画質悪いですね。あ、画質がちょっとなんかちょっといろいろ大変だったんですよね今日ね。すいません、今日すいません。またあの次にブラッシュアップしてきます。 あと坂田さんのこの写真なんかも送られてきましたけれども、確かにひげの伸び具合がね、ありがとうございます。懐かしいセレッソの時もですねこれね。1年目です。へえ、ありがとうございます。これで拾えたかな。あと会場の中の方で質問ある方いらっしゃいますか？大丈夫、今日大丈夫。あ、あるありますか？どうぞ。樋口選手に質問します。樋口さんに質問。今回新加入選手がたくさん入ってきましたが、ご兄弟にしたいっていう選手がいますか？前回も聞きましたけど、兄弟にしたい。樋口選手で兄弟にしたい選手、はい、いません兄弟はいないという、ね、男しかいませんからね。兄弟は別にもうこれ以上兄弟いらないですよね。別にいらないです、まあ、ここからは、兄弟よろしいですか？兄弟いらっしゃらないというか伝えていただいても構いませんので、樋口先生が言ってた、はい、さあということで質問もですね、たくさんいただきました。ありがとうございます。さあそれでは、最後にですね、書いていただきました今シーズンの目標、樋口さんからですか？いいですか？はい、早かったですからね書くの。出せばいいですか？はい、お願いしますちょっと読んでいただいていいですか？点を取る、走る、勝つ。はい、じゃあちょっとこれを見ていただきましょう。また細くね書いていただきましたから、見えてます？点を取る、走る、勝つ。これ、ここですね、点。期待してます。頑張ります。怪我しないでください。しません。さあ、そして坂田選手、お願いします。最小失点。お、これもちょっと見ていただきましょう。最小失点ですよ。はい、書いていただきました最小失点。そういえば開幕戦で、なんすか、ハンド取られたじゃないですか。ハンドじゃないですあれあれどうなんですか、実際どうなんですか。いや見ててもあれ触ってないんですか？触りましたけど、はい、ハンドではない。わざとじゃないです。わざとじゃない、誰だってわざと、はい、ね、わざとハンドやったら DK ですけど、はい、あれで特にそのプレー止めたっていうわけでもないですもんね、はい、